どうもこんにちは、日野です。高3英語スタンダード英文法の授業、春季講習第1回目の授業を始めたいと思います。でですね、文法の、授業を私がするときは文法要点集サーキットっていう、文法の要点集になるものを作っておりますので、これを、教材のところからダウンロードしていただいて、手元に、ご準備いただければと思います。ただね、ページ数がもう膨大なんですよ。100何ページとかあるんで、1回に全部ダウンロードしてプリントアウトすると大変なことになるので、単元別にダウンロードをするといいかなというふうに思っております。ね、で、一応ね、バージョン1っていうことで、サイトの方に上げさせてもらってるんですけども、少しずつ、ちょっと改善を入れてバージョン2、バージョン3っていうふうに、やっていきますので、ね、その部分はですね、皆さんも、バージョンが新しくなったらそれをダウンロードするというふうにしてもらえればと思います。はい。じゃあ、テキストの方ですけども、テキストの、教材ダウンロードは、高3スタンダード英文法というふうになっているものから、ダウンロードということで皆さんお間違いないでしょうか。ね、その高3、スタンダード、ね、英文法、ね、っていうところで、第1項が、ね、動詞の語法というふうになってます。ね、なので、動詞の語法で、1個目の1番がこんな感じでですね、ね、ちょっとなんかかっこいいのあるんですけど、大学入試センター試験の問題になってます。2016年大学英語、大学入試センターの問題で、1番が Children から始まるものでございます。はい、よっしゃ。じゃあ一応そのダウンロードできたっていうことでね、プリントアウトして、で、問題を解いてもらったという前提ですよ。ね、で、問題必ず解いてから、授業を受けてくださいね。自分の持てる力でとりあえず問題を全部解いてもらって、それで、授業を受けるということでございます。で、復習と予習の仕方に関しては、その高3スタンダード英文法の教材の、一番最初のところですね。一番最初のところに予習と復習の仕方っていうのを入れてますから、ね、0項ってなってるところなんですけども、予習と復習の仕方っていうのを入れてますから、そこ見てください。ね、おい。じゃあですね、レッスン1の1番、からいくんですけども、まずね、今回のポイントとしては、今回の1項目のね、このポイントとしてはいろいろあるんだけど、ここからノートですよ。いいですか、ね、ノートきちんと取ってください。あと、英文法と長文のノートはこれは分けてください。いいね。同じものにしない。ルーズリーフの方は別に構いませんけど。ね。はい。で、今日のポイントとしては、タイトルとしては動詞の語法でしょ。動詞の語法でしょ、ね、で、一つ押さえてほしいことって、ね、この動詞の語法って何なのかって言った、ね、動詞の語法って何なのかってことなんだけど、これはね、後ろの、ね、形、動詞の後ろの形ね、だから動詞の後ろの形は、ね、動詞によって決まると、こういうことなんですよ。はい。スタンダードクラスなんで、基礎的な部分も入り、応用的な部分も入り、テキスト見てもらうと分かるけど、結構青山学院とか北里の医学部とかね、今回1校目、近畿大学学習院大学ね、これたくさん入ってるでしょ。ね、これ、ちょっと結構いろいろな大学入れてみたんですけど、今回のポイントは後ろの形、動詞の後ろの形は動詞によって決まってるんだよ、ね、これが今回の1個目のポイント。で、これはちょっと日本語と違うくて、日本語って動詞の後ろの形がこれ絶対これじゃなきゃいけないとかってあんまり、意識もしてなければあんまりないですよ。でしょ。どういうことかというと、こんなん書かなくていいけど、私は好き、あなたが
でこうやって書いてもいいよね。これは日本語普通でしょ、ね、で英語で書くと I like you でしょ、普通ですとね、うん。じゃあ日本語ってさ、この好きっていうこの動詞あるでしょ。日本語ってこの好きっていうこの動詞あって、まあ英語だと like っていうふうになるんだけど、これをね、日本語を入れ替えることできる、動詞の後ろを入れ替えてもいいでしょ。これね、これは私はあなたが好きって、こうやっていいじゃないね、こうやってもいいでしょ。好きの後ろに何もなくてあなたっての前にしても、これ問題ないね。なんだけど、これを、こういうふうに書いたら、これは英語の方ではこれは×になるよね。これやっちゃいけないってなるじゃない、ね、ほんで、これは OK だ、日本語は、うん。だから日本語と英語の、まあ、大きな違いとして、動詞の後ろっていうのがすごくね、ルールがかかるというふうに思っておいてください、ね、で英語っていうのはね、で日本語っていうのは英語よりもそのルールは緩いですから、これ差があるから間違えるってこと。だから一応この文法の授業って何のためにやってるかっていうと、その読解も英語の長文も英作文も、ね、和訳の問題も全部通ずるから英文法ってやってるんですよ、ね、だから文法問題だけのためにやるわけじゃないのね、うん、この考え方を常に持って動きましょう。はい、ね、はい、じゃあ次というか、まあ早速ね、問題をいくつか見ていきたいんですけども、例えばね、6ページの、まあ、1番一回飛ばします、2番ね、これいきましょう。はい、これ見ていくと、 Before the movie begins, please cut your mobile phone is switched off と書いてるね、うん。まあ、映画始まる前に携帯電話は、まあ、電源切っといて、くださいと、ね、こんな感じでございましょう、うん。でね、例えば今こうなってて、ここに動詞入るでしょ、ここに動詞入るでしょ、で動詞の後ろは決まってるってこと。で Your mobile phone is switched off のところなんだけど、まあ、すごいちょっと簡単に書くよ。こうなってるね、こうね、うん。ってことは動詞の後ろに何が来ているかっていうのを見たときに、これはさ、主語と動詞がさらに来てるわけよ、こうやって。そうだよね、こうやってでしょ、うん。でこういうふうに、例えばこの動詞の後ろは主語と動詞が来れますよとか来れませんよとかっていうのが、これもここが決めてるってことだね、うん。つまり SV がここに来てます、これが OK、 動詞の後ろに SV 来ているのがのととてよ、のととてよ、ね。動詞の後ろに SV 来てるっていうのはこいつが決めるんですよ。来てもいい悪いっていうのはこいつが決めるんですね。だから後ろにこの形を取れるっていうことを、ね、どの動詞がこれね、選択肢の中でこういう形取れるっていうのを知らないと、これはもうまあミスが出ちゃうっていうことよ。ね、うん。いやだからもうこれ知っとかないね。例えば、まあ、携帯電話をスイッチオフにしてくださいよっていうことを、まあ、例えばよ、思い出してくださいねっつって、リマインドってこうやって入れたとしたら、これ間違いですね。うん、思い出してくださいね、リマインド、これ間違い。ね。だって、リマインドは後ろの形決まってるんですよ。後ろの形が決まってて、リマインド、人が来て、オブ、モノっていうふうに、こうやって決まってる。うん、だからこれは内容が、なんかぴったりだなと思ったとしても、このリマインダーこれ入らない。
ね、じゃあ後ろにどれが、ね、後ろにこの形を取れるのはどれかなっていうところなんだけど、これはメイク手話なのね。メイク手話、まあ、ザットが入っても入んなくても結構でございます。ザットが入っても入んなくても結構でございますね。で SV うにゃららってなるのが、まあ、この形だったら OK ね。 S'V' をメイク手話確実にするって意味ですから、ね、メイク手話確実にするって意味ですから SV を確実にしてくださいねっていうことでこいつを使うことできますよ。すごいでしょね。すごいでしょっていうかね、なんかね、うん、後ろの形こんなに守らなきゃいけないんですかと、守んなきゃいけない、ね、作文書くとき、英作文書くとき特にね、後ろの形が分かってないともうめちゃくちゃですからね。まずはそこいいね、動詞の後ろの形っていうのはもうね、洋食だったら後ろナイフとフォーク使うみたいな決まってるでしょね、それでしょ。和食だったら、お箸を使うと決まってるでしょ。それと同じです。それと同じね、ですから、この後ろの形でもきちんと覚えていくっていうことです、ね、じゃあ先生どこにそういうのあるんですか、ね、動詞の後ろの形を覚えなきゃいけないってどうやって覚えればいいんですか、ね、覚えなきゃいけないのはね、覚えなきゃいけないのは入試ではまあそう100個ぐらい、ね、入試ではまあ100単語ぐらいなんですよ、ね、じゃあその動詞の後ろの形、ね、100単語、ね、ぐらい覚えろって言うんですけど、ね、それどこに載ってるんですかね、言うと思うんですよ。それが、まあ、このサーキットですよ、ね、サーキットに、まあ、基本30ぐらい載ってます、ね、基本30ぐらい載ってます。じゃあ残りの70どうすればいいんですか。俺の授業に出てきたものをきちんと押さえていく。ノート取ってる、ね、取れよ。いい、ね、まあ、ちゃんと授業に出てきたのって覚えやすいんですよ、ね、授業に出てきてるから。だから授業に出てきたのちゃんと覚えるっていうことだよ な。はい、ということでメイク手話ここに入れて電話をちゃんとねスイッチオフにするってこと、これは確実にしてくださいねっていうことでメイク手話ね、ファインスイッチオフね、答えは2ということになります。いいですね。はい、じゃあこれですよ。はい、次1番飛ばしてるの分かってますよ。はい、次でございますが、ですね、まあ3番ね。はい、3番いきます。3番はこうなってて be used でしょ、ね、でまあですね、で、but ときまして、ちょっと1行開けといてね。ノートね、私の授業に関してはノートは、基本1行開けてください。言わなくても。だからちょっと俺言うの忘れたけど、まあ、このね、この赤の下1行ぐらいちゃんと開けてかけてますかね。まあちょっとかけてなかったって人は次からそうしてください、ね、はい。でバットってくるでしょう。咳しても大丈夫ですからね、これ映像ですから。はい、はい、いきますよ、ね、バットときましてですね、バットをその後 Nowadays fossil fuels、ね、はい、こうなってます。よっしゃ。まあ、木ってのが使われてるってまずここ言ってるんでしょ。木ってのが使われてるってまずここ言ってるね。だから、こいつが主語でここが動詞っていうところだと思います。でこれはちょっと動詞の後ろの形っていうのも当然大事なんだけど、これはどっちかっていうと表現を知っているっていうところの方が大事になってくるよね。でここの最初の選択肢のところも、ね、選択肢 A の選択肢ね、1,2,3,4 の A の選択肢を見ると、まあ、use っていう単語をたくさん使ってるわけですよ、ね、だから、まあ、まずこの一発目の空所に関してはちょっとこれ表現ですよね。はい、表現で、まあ、この辺書いておきますか、まあ、皆さんね余白があるんだったらこの横でもいいですから、ちょっとねこうホワイトボードね、これちょっとまあ
そんな広くないんで、ちょっと狭くなっちゃいますけども、板書はね、許してね。はい、used to と読みます。used to V で、かつて V してたって、過去のことに使うやつね。過去のことに使うやつで、used to で、これで used to って言うんですよ。これでね、助動詞なんです。助動詞。ね、こう。かつて V してた。だからこう原型になるよ、この動詞。ね、これはあの原型になります。はい、原って書いてきます。はい。OK、大丈夫？うん。で、似てるやつがあって、あの、これ一緒にね、セットで覚えるといいんだけど、be used to、ね、being、ね、っていうのはあります。be used to being、まあ、もしくは、名詞 B 動詞入ってるバージョンね。 B 動詞が入ってるとこれ役が変わります。 C 後ろの形も違うでしょ、うん、同名詞と名詞ね。これまあ同名詞の ING 形してもらって動詞の ING 形してもらってこれ名詞ね。どっちかしか来ないんだけど、こっちの方の形になって B 動詞入って To の後ろ ING とか名詞、これが来るんであればこれはね、ほにゃららに慣れてるって意味なんですよ。全然違うでしょ、ね、うん、なので、まあ、これちょっと2つちゃんと覚えてもらって、じゃあ今回どっち適切か。で、ここはね、もうね、あの書いてありまして、これは使うって意味で、普通のいつも通りの動詞で使ってるんだよ。ね。だから、ここにさらにもう一個使うっていう意味で、普通に use 使うってことありえないよね。木が使われているとか使われてたってしたいわけだよ、ね、うん、まあ、もしくは木を使うのに慣れてたとかこうしたいわけ、ね、でそうすると、ここのとこ原型になってっから、そうでしょ、ここのところが原型になって B 動詞がな、ね、B 動詞が原型になってるってことはってことはここに used to 入るよね。こっちじゃないでしょ、ね、まあ、まずうーん、ね、この後ろ ING 形になるし、ね、空所の後ろ原型になってっからね、はい、ここは used to が入ります、木がかつて使われてました、ね、しかしだからかつてってきて、ね、面白いね、かつてってきてよいしょ、はい、かつてってこれ過去のことでしょ、かつて使われてましたけど、はい、今度は nowadays 最近って言うんですねこれね、最近はってこう来るわけ、うん、でこれも、まあ、動詞の後ろの形っていうところとちょっとまあ違うくてちょっとルールが入ってくるんだけど、ね、この最近っていう単語ね、これ出てくるといい、ここの部分の動詞がここ主語、はい、これが動詞、これがですね現在形になるっていう風なルールを持ってるんですよ。だからこの最近っていうこのね nowadays ってこの単語ですよ。この nowadays ってこの単語はこれは現在形と使うと。こうやって決まってる。ね、なので、ここに入るのは当然、選択肢の1番。I use do っていうところになる。今回はこれは普通に使うっていう意味でやってるよね。うん。ね、化石燃料が広く使われる。大丈夫、はい、よっしゃ。じゃあまあこれはちょっと表現っていうところだったけど、動詞の後ろをきちんと見ていきましょうっていうところで、今度4番、はい、4番いきます。正常問題だろ。で正常問題でまあ問題のさ空所のところね、ね、まあいろいろこれまま書いてあるんだけど、まあそんな難しくないか、そんな難しくない、どう、難しい、うん、よいしょ、こんな感じで、でまずまあこういうふうに並べるわな、はい、こうやって並べまして、うん、番号とかね、ごめん俺いちいち言わないから、あの並べ替え問題ね、番号ごめんなさい全然言わないので、回答英文書きます、ね、なのであの物
問題を解くときも、ごめんなさい、予習をするときも英文書いてもらった方がいいですね。番号だけ書くとさ、なんかイメージ湧かないですよね。イメージしか湧かないというかね。だから逆に英文書いてもらうと間違ってる間違ってないも実は気づくこと多いですよね。はい、よっしゃ。でワンダーってのは何々かなって思うとね、ワンダーってのはね、かなと思うということで、びっくりマークとクエスチョンマーク、これセットになってるような、そんな動詞なんですよ。何々かなって思うとね、日本人好きでしょ、ね、明日勉強しようかな、明日勉強すると思うな、ね、うん、こういう時 think は使いませんよ。いいですか、ね、何々かなって思ってるんだけどってね、あの人たちなんかね付き合ってるっていう風に感じしないって、ね、そういう風に思うんだけど付き合ってるのかな、ね、I wonder です、うん、ね、では wonder ですけども、こいつ出てきてる時は、はい、ここに戻りますよ。後ろの形は V によって決まるでしょ。だからこいつ出てきてる時はもうこれすげえ出るからね、めっちゃ出るから絶対覚えてください。いい、こいつ出てきてるときは、いい、ホエザーね、これでしょ、ホエザーか、もしくは if s ダッシュ v ダッシュ、こうなります。大丈夫ね、それか、疑問詞、疑問詞の wh から始まる、 wh から始まるやつね、疑問詞、プラス、まあ、s ダッシュ v ダッシュ、ファット sv とか fsv とかね、ホエア SV とかっていうのがここのワンダリングの後ろに来る、ね、こうやって覚えてくるって結構です。はい、でじゃあこれどうしようかなということなんだけど、もうこれさ、ほらもうだから IF 使いたいわけでしょ、ほらこれ使いたいわけでしょ、 IF があるね、うん、でこれ IF ホエザー SV ね、どっちかですけども、株を買ってになりますよ。いい、大丈夫、ね、この if はもしじゃないですよ、これはね、訳としては s'v' ダッシュですよ、これはね、 s'v' ダッシュほにゃらら角うかっていうね、こういう訳し方なので、はい、ですから、はい、ここ消しちゃいましょうか、ょ、はい、 if you could tellで明日からもう書いてるね。はい、こんな感じになります。あなたは私たちに、ね、How to get to the theater、ね、その劇場への行き方を教えてくれるかなって、ね、いうふうなものになります。これはもしじゃないですよ、ね、はい、 if が来てます、 if が来てます、ね、sv 来てます、 sv 来てます、ね、あ、間違いないということなんですね。はい、5番です。書ききれなかったら一時停止してね。はい、エクゼイ、うん、5番な。で、生徒と先生の会話なんだよね。生徒と先生の会話で、まあ何やら、まあ、来週の、まあまあセミナーで、ね、何を議論するのか、私は知りたいんだけど、ね、うん、ね、何を議論するのか知りたいんですけど、つったら、まあ先生が、まだ決まってないんだよ。ね、まだ決まってないよ。来週のね、まあ、授業かなんかでこう何を議論するか、ね、議題を教えてくださいっていうわけですけど、まだ決まってないよって先生が言ってる、ね、I haven't decided yet, so、ね、と来てまして、なんか咳出ますね。はい、で、うんちゃらかんちゃらですけども、どうしようかなと、これちょっと難しいかもしれないですね。はい、レッド書いてあるよね、レッドが。でレッドって出てきてたら、もう基本的には後ろの形は確約されてるようなものです。ね、このレッドって動詞が出てきたら、もうそれは、ね、ドラえもん出てきたらのび太くん出てくるのと同じぐらい、もう後ろの形はもう、ね、当たり前ですよ。ドラえもん出てきたってなったら後ろのび太くん出てくるみたいな。同じです、同じ、同じ。ね、うん、同
で、これさ、レッドやろ、レッドやろ。だから後ろは O が来て、この O って記号とかがちょっとわからないっていう人は、この記号自体がね、ちょっと怪しいっていう人はベーシックの授業から見直した方がいいかもね。はい、で、O、レッド、O、動詞の原型で、O ってのはね、もう平たく言っちゃうと名詞です。名詞が来るってこと。はい、名丸って書いてあったらこれ名詞ってことだよ。いい、はい、O に V させるっていう訳し方になる、ね、はい、じゃあ何入れようかなと。レッド、O、動詞の原型でしょ。名詞が来るんだよな。名詞が来る、ね、名詞いっぱいあるとね、でこれで、O に V させると。単語の訳とかは分かってたら書かなくていいから、はい、だろ、はい、O に V させるとね、いうことですよね。うん、で、でちょっとまあ訳も考えて、まあ議論の内容まだちょっと決まってない、先生言ってるとね、だから、何々さ、O に何々させてくださいね、こういうことでしょ。ってことは、うーんってちょっと内容とか考えて、うーんって、で、一番最後に E メールって書いてるね。E メールス。はい、E メールか。E メール。はい。まあ、E メールで、まあ、お知らせしますよ、みたいなことなんですかね。ってなると、こうじゃない？レッドミーセンド、こうできるかどうかです。私に送らさせてねってこういうわけでね。なんでこの並びになるかっていうことなんだけど、その気づくポイントとしては、内容ってのもそうだよ、内容ってのもそうだけど、センドっていうこの動詞の後ろの形よ。ほら、動詞あるところに後ろの形決まってますとね、動詞あるところに後ろの形は V によって決まってます。だから動詞あるところに後ろの形ありですよね。人間がいるんだったら家族がいるとね、言うのと同じ。人間がいるってなったらお父さんお母さんいるってのと同じ。動詞あるところに後ろの形ありですよね、後ろの決まりあり。そうすると鮮度は後ろにどういう形取るんでしたっけ、皆さん。はい、鮮度は後ろにO1、O2 を取るんだよね。で、この O1、O2 って言い方ちょっと分かんない人は、人が来て物が来るってことが、こういう形が非常に多いわけでしょ。ってことは、私に送らさせてね、何をかって、ね、O1 に O2 を送らさせてねって言ってるわけですから、あなたに、はい、O は名詞ですよ、内容は人物鮮度な、で O は名詞なんだろうね、あなたに詳細ディテールね、詳細な、ディテールは詳細ね、あなたに詳細を送らさせてね。はい、で最後 E メールでってなるんだよな。はい、はい、できたということよ。だから動詞の後ろの形が分かってると、結構分かってる部分っていうのはね、分かる部分っていうのはね、たくさんあるというか、てか分かんなかったらやばいじゃん。で、分かんなかったら問題解けないでしょ。やべ。よいしょ。よし。はい。じゃあ、もう一問。6番。消せよ。インタビュアーですね、インタビュアーと、プレジデントだから、まあ、会社の社長さんみたいな、ね、いう人との会話ですよ、ね、インタビューする人がいて、まあ、社長になんかインタビューしてるんでしょう、ね、How did you change after becoming the head of such a large company? うん、だからすごい大企業のそのね、まあ、トップとなった後に何かあなた変わりましたかと、どういうふうにあなた変わりましたかと、言いますと、まあ社長さんが喋ってると、どういうふうに変わりましたか、ね、だから社長さんが喋ってる。
で、愛っていうのはもう書いてあるんだよな。うん、で、マイタイムが、これも書いてあると。ね、マイタイム、エフェクティビリー、効果的に、ね、まあ、私の時間を使うようになったみたいな感じですかね。効果的に時間なんて書いてますから。効果的に私の時間を使うようになったとか、なんかそんな感じ？うん。はい、じゃあどうする？動詞の後ろの形がポイントやろ。はい、スイそうするとな、選択肢の中にまあ座があるやろ、ね、で選択肢の中に座があるってことはこれは名詞とくっつくってことじゃんか。そうやろ。だけどこのマイタイムっていうのにこれに座くっつけられないね。まあ、所有格代名詞と監視の座っていうのは2つ並べちゃいけないから、うん、だからここにザーつけて名詞にくっつけたいんだけど、ザーマイタイムってこれ言えないし、これダメね。はい、じゃあどうすんの。うん、で困ったなってなるのが監視のザポイントよ。で監視のザがポイントで、このザーを名詞にくっつけたいけどくっつけられないから、じゃあどうするかっていうと、このザをこの辺に書きますか。はい、ね、このザをニードとくっつけるんですよ。うん、ニードは動詞としても使えるんだけど、こいつは名詞としても使えるんだよね。だから今回はザニードを名詞にすると、ね、にザニードの組み合わせでいくと。でもうちょっと言うと、このニードってこのね動詞じゃないんだけど、動詞の後ろの形にならないんだけどね、うん、あ、色は4色ね、色は4色用意してよ、ね、はい、予習復習のところにね、やり方に書いてある通りよ、0項目見てよ、ね、名詞のこのニードの名詞の後ろって、こいつの後ろってね、2V が来ることがめっちゃ多いんですよ。ニードを動詞で、ごめんなさい、名詞で使ってると、ニード 2V、動詞でもさ、後ろ 2V 取ること多いですけども、名詞のニード、後ろに 2V 取ることめっちゃ多いです。だから、あ、それにちょっと、乗っかってみようと。そうするとさ、ほら、内容的にどう？内容的に。私の時間をエフェクティブリー、効果的にマネージって単語あるじゃないですか。to manage、ね、管理するって意味でしょ。いいよ ね、私の時間を効果的に管理するっていう必要性だな。うん、これに気づいたとか何だかかんとかっていう話になるよね。うん、はい、まあ、need to v で、これでね、need to v で、これで、to v ほにゃららする必要性とかっていう訳し方でやっていいよ。はい。ほんで、じゃあ、今度また動詞の後ろの形になるよ。動詞の後ろの形で、選択肢の中に come to があるよね。come to があるから、はい。come to はね、come to。来るって意味ならないよ。来るって意味ならないよ。come to 後ろに動詞の原型いきます。後ろに動詞の原型いきます。はい、 come to 動詞の原型で、これで、訳書いとこう。v ほにゃららする、おっとちょっと書き方かわいいよ。 to vほにゃららするようになるって、こんな感じになります。うん、なので気づくようになるね、こんな感じ、リアライズ、ね、気づく、あ、リアライズ、気づくね、気づくようになりました。何に？効果的な時間を管理する必要性に気づくようになりました。はい、できたってことになります。ね、come to っていう動詞の後ろは、これは原型がきます。いいですね。はい。
というところで、まあ、ちょっと、まだ、青山学院の問題これ残ってるんですけども、これ何分動画の長さがですね30分を超えるとちょっとダウンロードする時間がかかるということで、ね、まあ、1校目の前半はここで終わり、ね、1校目の、ね、後半、ね、これも作っていきますけども、一回ここでね、動画切ります。1の2も見ろよ。